でもその乗馬したのは最後は中学生くらいなんだけど、でも最近じゃん、うん、でもなんかやっぱバランス意外と取らないと、え、そうだよね、うん、なんかさ筋肉が必要ですね。楽しみ。1時間乗るんでしょ。あ、1時間も乗れるんだ。多分申し訳ないね、こんな朝ごはんいっぱい食べたからだね。When you go left, you have the Nickel. Nickel? Nickel Factory. Nickel Factory? うちの犬の名前で。Nickel Factory Beach じゃない。The first industry of the New Caledonia. New Caledonia. 運転手さんが伝えたかったのは、Nickel ではなく、ステンレスや日本の500円硬貨の原料として使われるニッケル。ニューカレドニアはニッケルの世界的産地です。へえ。また教会あった。うーん、赤い屋根なんだここは。あ、あれ、あ、湖、あ、カヌしてたよ。めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。わ、なんかこういうとこも行きたいな。海外の洞窟とかさ、湖行ってみたね。すごい、もうめっちゃ自然だね。めっちゃ自然だし、なんかやっぱちょっとテンション上がるわ。あ、そうじゃないの。シンデレラの実写でさ、うん、でさいや、その馬乗ってバーって森のとこに行った時に王子がたまたまいて、こうお互い馬に乗って目を合わせながらこう馬がぐるぐる回って会話するシーンがあるんだけど、うん、いいなと、いい演出だなって思う。すごい、あれやりたい。出た、もう堀北自撮り劇場の脚本作りやるでしょこれ絶対。探しに馬を乗り回そう。楽しみね。あ、見た、あの標識でこぼこですよ。本当だ、なんかひげみたい。うん、確かに。はい、ひげにしか見えない。あの看板がひげつけてる。消しないと。おおおお。だからでこぼこちいですから。あ、え、いるよもう。あ、本当だ。普通に牛。ヤダランチ。ね。ここ全体がヤダランチ。え、かわいい。待って。サファリパークじゃん。ねえ。こんな普通に。ありますもんね。あ、馬いるよ。あれ馬じゃない？馬。ね。そう、馬しかないからね。馬じゃない。あ、ここにいてる。このあれかな。あ、すごい、なんかナイル川みたい。ナイル川、アマゾン川か。インド、南米。すごい。ちょっと広い川はさ、ナイル川とかさ、アマゾン川にしちゃうんだ。わあ、すごい日差し。馬いっぱいだよ。あ、あの方じゃない？本当だ。いかにも乗馬そう。え、ちょっ、ん？うん？あの方かな。違ったらどうしよう。そうじゃないかな。あ、この馬に乗るんじゃない？しかも。ハローじゃなくて、ボンジュール。ボンジュール。ハロー。女性の方？動きもて？うん。よろしくお願いします。すごい、早速乗れるんだ。いや、これはね、多分ガチでね、馬と向き合ってるタイプですから。アルタですか、これ。お二人さん、あんまりふざけてるとね。あら、だからこれちょっとね、堀北自撮り劇場ね、今日は休園ってことにしてたから、身のためですよ、これ。閉幕しました。いっぱいあるね。あ、まだ蜂がある。うん、お嫁さん、ね、ほら、あ、確かに。うん、オッケー。あら、ちょっと違いたく、ちょっと怖いですね。そうですね、真面目にやってよみたいな、怪我するからみたいなね。うん、ほら、あ、あ、もうかぶらされた。あ、ちょっと二人も空気感ね、気づきました。よろしくお願いします。うん、妙な先かもね、先の馬かも。私後に乗んなきゃ。オッケー。すごーい。私？うん。ここ？ご、あれ、ご。よいしょ。おー、やっぱやってる人だわ。あ、でも、ね、左足つきそう。経験者じゃない？そんなに乗ると思う。結構馬高いんだよね。でも乗って、また乗ると、うん、ちょっとね、バランス取らないといけない。かわいい。
これがお前の足かって見てたよ今。嘘。なんか歯に詰まってんのかな。あ、すごい引っ張られる。でもね、口の中気になってるから。本当？どう？いい乗り心地。楽しい。視線違う？うん。しかしこの後思わぬトラブルが。よろしくね。プリケツ。北野さんが馬に乗ろうとしたその時。はい。なんか大丈夫ですか？口もごもごしてるけど。あ、待って、引っ張られる、すごい。はい、大丈夫？え？あー、すごい引っ張られる。結構、待って待って待って。あ、あ。すごい引っ張られるんですけど、口。あら。え、待って。誰か。難しい。え、難しい難しい難しい。あ、いやだ、なんで。あ、ちょっと待ってください。これどうしたらいい。危ないです。え、これ落ちることありますよね。あるある、全然あるから。すごい引っ張られる。何やら馬がご機嫌斜め。あらま、ちょっと危なそうですね。ねえ、掘り癖ある。こういう状況もありますよね。誰か、ちょっと、ヘルプミー。助けてもらっていいですか？あれ？私、紐が短いんだよね。基本的にほったらかしなのが、この旅のルール。ですが、これはさすがにほっとけない。ということで、ロケは一旦、中断。あらま。通訳を入れて、改めて乗り方をレクチャーします。これさ、まず止めるときは引っ張る両方。うん、ね、それは大丈夫。左に行くときは、左が、足がポンポンと叩くと、二つ両方叩くと出発する。これに逆らってんのか、この強さに。え、そう、すごい痛いんです。ありありあり、ありよこ、ありせん。先生、来るだな。違う、もういいな。頑張れ。全然歩かない。叩いてます。両足でね、もう前のめりやっちゃってんじゃない。北野さん、競馬みたいな体勢になっちゃう。あ、いてていた。あら、あ、いいですね。いくよ、せーの。いやー、これは厳しいな。なんだ、ストライキかな。いい子だね、ありがとう。あ、やっと、なんか空いてるのに。It's okay? うん、OK。なんか歩き出したら多分平気じゃないかな。今だってそこにいたから、自分家だから。うーん、にはまあ大丈夫、大丈夫だよ。ブラボー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 。慣れてきたところで丘の上まで行ってみることに。細い坂が続く山の道、無事に行けるのでしょうか。あと今日地元の落ち棒スパルトだな。キャー、風が強いな。早いね。早い。ちょっとせっかちさんなのかな。ボンジュール。ボンジュール。ハロー。ヒールの靴履いてるみたい。カタカタ。すごい。上に登るとき前かがみなんだっけ？前かがみ？うん、だよね。で、下がる、坂下がるときは後ろなんだよね。上がるときは後ろ？うん。あ、うん、下がるとき。下がるときが後ろ。うん。あら、大丈夫かね。狭い道が。
早い。追いつこうと頑張ってる。ワイが先や。なんて。大丈夫？ちょっと待って、怖いです。やっぱり。ねえ、ちょっと怖いです。すごい振りまね。怖い。本当にちょっと怖い。ハエだって。ハエが。ハエが来て。本当？イライラしちゃったんだ。ずっと頭振ってるけど、でも顔かゆそうだったよ今。確かに。もうハエも邪魔しないで。その短足かしないもん。On attend, il est là-bas, là. Si on attend, il n'est pas en place, le caméraman. Non, non, c'est bon. C'est bon,怖そう。ねえ、本当に怖いです。食べるも。ちょっと危ないかも本当に。この坂でこの子は。ちょっと怖い。本当に。ごめんなさい。すごい暴れるかな。ヘルプミー。viens le tenir à la pleure。あ、いや、結構暴れます。はい。じゃあやめよう。ちょっと危ないかも本当にこの子は。プロデューサー。ごめんなさい。でここで降りたいです。ここで降りよう。下りの方が怖い。いいですか？あれ。中断です再び。暴れる。前足上げられたら怖い。一回戻っちゃって下にありますか？この子は大丈夫だと思う。はい、すみません。はい。残念ながらここで堀さんは一旦下山することに。あら。コンノさん。コンノさんにすんの？乗りこなしちゃったコンノさんは。楽しい。こんな楽しんでるって知ったら喜ぶだろうな、コンノさん。メンバーが楽しいこと喜んでるから、たとえ馬に名前を貸しても喜んでくれる。ね、いいよ。ごめんね。あ、うんち。コンノさんがうんちと。いいよ。失礼しました。いっぱいしたね。あら、これはもう自分のものにしちゃってますね。なんか身を任せてる感じで。気持ちいい。ありがとね、コンノさん。
今回の乗馬を楽しみにしていた堀さん、うん、諦めきれず紺野さんに乗ってもう一度チャレンジ。紺野さん名前で落ち着くんじゃない気分的におとなしい。信じられない。紺野さんだから背中も安定してる。あ、よくは経験者だな抜群の安定感じゃない。紺野さん穏やかなんですよね、すごく、うん、すごい安定してる。なんて安定してる。嘘頑張れ頑張れ。気持ちいい風が元気だね。まだ若いのかな。あれがでも川、湖？川なんだ。すごい。すごい眺めが良い。しかも魚沼さんがたくさんいるね。うん。ミオナ、うん、その馬さっき紺野さんって名前にしたから。なんで気性が荒い。気性が…でも紺野さん気性荒くないよ。ですよ。なんでなんでわかんない。山で寂しかったから。男最後は2人とも馬に乗って大自然を満喫しました。いいじゃない。楽しかったです。気持ちいいし。ありがとね。